はいどうも、いったんです。今日はね、毎月恒例 YouTube 収益公開をやっていきたいと思います。はい、ということで、今回の収益は2022年2月の収益で、3月の末に振り込まれたものなので、大学生 YouTuber として振り込まれた最後の収益になります。で、今回もね、最初に収益の方を発表して、その後再生回数、チャンネル登録者数の伸び、あと広告単価の、詳細のお話もしていきたいと思います。はい、ということでね、早速収益の方から発表していきたいと思います。2022年2月の収益は17,583円でした。はい、で今回も、前の月1月と比較していきたいと思います。じゃあ1月の収益なんですけど、1月の収益が 15,992円でした。はい、なので収益自体は約1500円アップしましたね。この収益アップ、実はね、久しぶりになります。11月の収益からずっとね、12月1月って下がってたんですよ。なので3ヶ月ぶりにね、収益はアップしました。はい、じゃあここからはね、詳細を見ていきたいと思うんですけど、まずは再生回数から見ていきます。2022年2月の再生回数は 44,309 再生でした。はい、じゃあこれもね、1月と比較してみたいと思うんですけど、1月の再生回数は 47,037 再生でした。はい、ということで、再生回数は約3000再生ね、ダウンしました。まあ、僕のね、この収益公開動画をずっと見てくれてる方ならわかると思いますね。再生回数が下がってるのに収益が上がってるということはってことですね。まあ後でわかると思います。じゃあ続いては、チャンネル登録者数の伸びを見ていきたいと思います。2月はチャンネル登録者数新たに358人増加しました。登録してくださった皆さん、ありがとうございます。で、これもね、1月と比較すると、1月は、359人でした。はい、なので、新規の登録者数自体はマイナス1ですね。1人減っただけでした。まあまあ、これに関しては、現状維持ですね。はい、じゃ続いて、最後は1再生あたりの広告単価を見ていきたいと思います。2月のね、1再生あたりの広告単価は 0.419 円でした。はい、じゃあこれを1月と比較してみると、1月の広告単価は1再生あたり 0.346 円でした。はい、ということでね、広告単価は 0.073 円アップしました。はい、さっきね、言ってた、再生回数は落ちたのに、収益が上がった、そのね、要因としては、広告単価が上がったっていうとこでした。はい、ということで今回も YouTube 収益公開をやっていきました。次のね、4月末に振り込まれる YouTube の収益は、サラリーマン投資家 YouTuber として、初めて受け取る収益になります。まあ、またね、そちらも動画にしようと思うので、見たいよという方はぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは今日の動画は以上となります。バイバーイ。